きたーく。ん？え、なんでこんな、え、なんでこのチェストだけこんなに光っとるん？え、このチェストの中や食料とか入れる倉庫になっとって光るようなもん何も入ってないよ。この中何が入っとん？ちょっと開けてみようか。よいしょ。変なおっさんおる。いやー、説明形式だよ。今回は、マインクラフト 1.8 のちょっと、いろいろ触れていこうと。1.8 で増えた概要のことを、ちょっといろいろ触れていこうという回にしたいと思います。まあ、一応触れながら、まあ、触れるんがメインですね。触れるんがメインで、ちょっと紹介もしますけど、まあ、全部の紹介もできるのですよ。1.8 って、もうバージョンめちゃくちゃ上がったことで、めちゃくちゃいろんなものが増えて、全部の紹介もできません。なんで、ほとんどできんと思うんで、ちょっとだけ、触れられることの、ちょっといろいろ選抜して、いろいろ、ちょっとだけ触れたいと思います。まあ、ある程度の紹介はするんですけど、あんま紹介動画としてはちょっと、物足りないような動画になっているので、ご了承ください。まず一つ目に紹介することとしては、これですかね、新しいアイテム。ジャリガンってやつと、ジャリの階段、ジャリガンのハーフブロック、こんな感じのがあります。こんな感じで、赤というよりはオレンジかな？オレンジの、前まであった、ジャリでこういう感じの、まあ、石、階段、ハーフブロックができるみたいな感じですね。まあ、あんま俺はジャリあんま触ったことないんですけどね。まあ、普通の石作る感覚で、クラフティングすればこうなるって感じなんですかね。これに関しては俺あんまり、まず、この、何やったっけ、赤の、石、砂利言ったけどこれ赤いやつやね。赤の砂利のやつですね。あんま触ったことないけどよくわからんのやけどね。まあ、こんな感じでできるみたいです。まあ、この3種類ですね。チェスト、この隣にあるけど、チェストは気にしないでね。この3種類です。まず、左の、これが、花崗岩っていうやつですね。で、次に、これが、戦力岩。これが、安山岩です。これらが、道具とか、まあ、言うならば、石炭や鉄が取れるようなところで、出るようになったみたいな感じです。なんでも、これの生成率っていうのが大体石炭と同じで、つまり石炭と同じぐらい手に入りやすいぐらいの感じのやつで、動物にあったらあるということです。これをですね、この、花崗岩とかをこれ 2×2 で置いたらこんな感じで、とがかれたやつができますね。他の2つも同様で、4個ずつか。4個ずつできます。とがかれた綺麗なやつがね。これすごいですね。これ綺麗。ははこれなんかすごいな。和って感じがする、和。ああ、綺麗。こんな感じで、これを建築にうまく利用していくっていうことができるようになりましたって感じかな。次に紹介するのは、確かにこんなもん作れるんやっていう、新しい、もう本当新しい系のものですが、こうやったらこうだったかな？これです。防具盾です。
本当にこんなにこんなもん作れるようになったんじゃ、マインクラフトすげえって思うような感じですね。クリエイティブになってますが、僕どこやっけ？こっちだ。ちゃう、こっちか？こっちやね。まあ、こんな感じで、ヘルメット、テストプレートに、レギンス、ブーツか。ブーツとあります。そして、これで、こうするか。おお、こんな感じで。まるで服屋さんですよ。島村かな。これこれこれ。これでこうやったらこんな頭も置ける。なんかこれ動き出しそうなんやけど、今にも動き出しそうなんやけど、今後のアップデートで 1.8.4 あたりでさ、これになんかしたらこいつが動き出してゴーレムみたいになるとか、そういう話にならん。マモルくん、マモルくん、そんな話おらんで。マモルくんどこ行ったん？次に行ってみますと、こんなものまでブロックにできるんかっていうものまで出てきましたね。今回タイムボール、これをこの 9×9 じゃない、 3×3 全部にやったらこんな感じでスライムブロックが出来上がる。こんなもんまでブロックにできるんだって感じですね。もうパッと見スライムやもん。ちょっとスライム参考までにスライム出してみますよ。こんな感じでこうか。目がない以外全部スライムやな、ほんと。そっくり動かんだけ。なんでサバイバルモードにしたかっつったら、このスライムブロックっていうのがね、着地した時に、ちょっとバウンドして落下ダメージがなくなるっていう話を聞いた。もう、どうしてサバイバルモードにしたかっつったら、スライムブロックの上に綺麗に落ちたら、ちょっとバウンドするみたいなんですよ。トランポリンのくらい感じかな。まあ、そんな感じで落下ダメージを防げるみたいな。ってことはなんだろう、ハイフワールドとかでアスレチックを作ってなんか落下して綺麗に落ちる系のやつを作るなら、水の代わりにブロックを代わりにできるんじゃないかってことで、こっちが採用される時っていうのが来るかもしれませんね。まあ、とりあえずちょっと試してみたいと思います。いきます。あっ、あれあれ、聞いた話となんかちゃう。あ、バウンドはするんやな。あれ、ダメージは食らうんかな。あれ、俺聞いた話とちょっと違う気がするんやけど、まあいいや。ちょっと楽しいけ、まあいいや。次の新アイテムなんですが、これです。濡れたスポンジ。まあ名前の通り濡れたスポンジ。あ、ちょっと水出てる。名前の通り水で出てますけど、まあ、これがどういうものかっつったら、とりあえずこのかまど、そこに石炭を置いて、この濡れたスポンジを精錬してみます。すると、まあ、こんな感じでちゃんと精錬してますね。結果どうなるか、焦げるとかそういうんじゃないですよ。これ、ただのスポンジ。まあ、つまり、濡れとったんが蒸発して、乾いたスポンジになるみたいな感じですかね。この乾いたスポンジ、おっと。この水のたくさんあるところ。あ、向こうの方がいいかな。わかりやすく。ここにしよう。ここに置くと、こんな感じで水が一瞬消えます。で、あー、ちょっと水が足らんもんで、ここまでしか流れてませんね。こんな感じで水を吸収します。で、吸収した後のスポンジはちゃんと濡れたものになると。まあ、要するになんだろう。この水が邪魔やなーって時に、こんな感じで吸収したりもできるわけですね。どんなところで使うかなっつったら、ちょっと、まあ、わかりにくいかな。わからんかな。使い道がちょっと思いつかんような気もするけど、まあ、こんな感じで。次の新アイテムですが、棒を1個ここに置いて、羊毛をこういう感じで 2×3 で、上の列と真ん中の列にやると、この通り、旗がつけると。なんで旗なんだろう。よいしょ。おう。真っ白。完全に地味です。こんな感じで肌がつけれる。これ壁つけれるかな。あ、壁にもつけれるんや、これ。お、看板や、これ。看板や。肌というより看板になってる壁。ちょっと風揺らいだ。ちょっと今風に揺らいだように見えたけど。
若干揺らいどんような気がするね、これ。これ、動きよるね、これ。若干壁から離れたり、ゆっくり近づいたりって、そこまで表現されてますよ。面白いな。あと、これをですね、そこじゃない。そこじゃない。そこじゃない。作業台の上に置けるんじゃ。あ、ブロックの上にも置けるんやな、これ。作業台の上まで置かんでもいいだろう。作業台の目印が、結構いろんな目印できるみたいね。この白い旗に、このクリーパーの頭を置いたら、こんな感じでクリーパーの模様がついた白い旗を釣れると。もうなんかちょっと可愛らしいね。これでちょっと真っ白から目立ちやすい、こういうクリーパーのやつになるわけですよ。まあ、紹介はしませんけど、これ以外にもデザインがたくさんあるんで、興味がある方は、まあ、他のデザインの方も見てくださって、まあ、ネットで調べてくださって、いろいろ作ってみてください。確か4つぐらい他にあったんかな。このクリーパーの顔ついた肌に、さらに色つけた感じのがたくさんあったような気がする。4つぐらいだったか。まあ、興味あったら、どうぞ、皆さん。次に仕様変更のところにちょっと突っ込んでいきたいと思います。突っ込んでいきたいという言い方はどうかと思いますか。今ちょっとさっきおらんかったんで、ちょっとマモルくんをちょっと呼び戻してきました。ちょっともうこのマモルくんに関係した、マモルくんつかアイアンゴーレムに関係した話です。最低変更というか、まあ変更に点として、ここにクリーパーのまあボーンの卵があります。で、何かっつったら、このアイアンゴーレムがクリーパーを攻撃するようになったっていうんで、ちょっと試してみたいと思います。はい、どうなる。はい、マモルくん、マモルくん、ちょっと見せて。おるよ、クリーパーおるよ。マモルくん、マモルくん、クリーパー寄せてみよう。クリーパーが見えてないんだよ多分ね。ねね、こんだけ下ろせたらいけるかな。こんだけおったら気づくやろ、さすがに。こんだけおったら気づくんじゃん。あ、攻撃者、攻撃者、今攻撃者、今気づいて攻撃したね、一体だけ攻撃したね。こんだけ追って一体だけな。マモルくん、ちょっとそれはちょっとあれじゃない、サボりすぎちゃう。こんなもんな。マモルくんだけがそうじゃなくて、アイアンゴーレム全員がこうな。ああ、お、倒し、攻撃者、攻撃者、攻撃者、いいよ、いいよ。もっともっと、もっともっと、もっと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 、もっと見せて、もっと見せて、もっと見せるんや。やれよ。